台湾潜水艦を支援、商談許可というこのニュースをこれ、常連、はい、さんいらっしゃるんだから、いやいやいや、まあ、私はこれはトランプ政権の,まあその、えー、2年目に入ってね、そのピーター・ナバルとかもがーって出てきて、今、貿易戦争ということで、チャイナね、封じ込めみたいなことをやってますけど、そういう大きな流れの一環で見ないと、これは見誤るなと。 台湾が好きでっていうよりはアメリカのその大きな戦略の中でやっぱ台湾の位置すごい重要ですからまあこういう形で支援を強化していくことでまあそのアメリカの,その安全保障アーキテクチャですね対中防衛ラインみたいなものを強化していくというところではすごい重要でかつ、もう一個ちょっと気になるのが日本がなんでこれできなかったのかと日本は潜水艦のいい技術持ってるのにできなくてでまいいろろその武器輸出の問題とかあるんでしょうけど本当は台湾を一番支援しなきゃいけないのは日本ですよね日本の国益に一番関係しているのはあの台湾ですからそれをちょっと私は青山さんに聞きたかったですよね、は。い 日本ができなかったっていうのは、その支援がっていんですか。支援が、はい。送流型をあげ上げちゃうぐらいの勢いではできないんですか。上げるのは無理か。無理です。無理ですね。無理なんですけど、なんかそれに近いような落ちのやつでも、うん、なんかできないかなと思ったんですよ。えっとまああのジョニーさんがあの一番大事なところはおっしゃったんで次行きますか。ではなくて、まあまあでも本当にあの。 大事なところはコンパクトにおっしゃったんで、はい、まあ僕は補足するだけですけど、はい、えっとまず、ジョネンさんの問いかけ、ねはい、えに関連しているとジョネンさんには本当は釈迦に説法なんですけど、はい、えっとミサイルが飛んでたりね、はい、それからあ戦闘機はもちろん前から飛んでたり戦車が走ってたりするんだけど、はい、現代の有事っていうのはもうほとんど潜水艦がすするんですよねんでしかも潜水艦は、はい、え連絡しないので。はい 例えば、まあ、あの空母が上あの、進んでると、はいえー、海面上進んでいると下に必ず潜水艦がアメリカの場合はいるんですけどね、はい、イギリスとかインドはそうではないけど必ずしもそうじゃない場合もありますけど、はい、アメリカは空母、戦闘軍ですから必ず下に潜水艦がいるんですけど、はい、基本的にそういう場合でも連絡取り合っているように思われるでしょうが、はい、連絡は取りません。はい、潜水艦居場所が分かったら看護家なんで、はい それ逆に言うと現代の兵器で隠れて動けるのは生物兵器を別にすると潜水艦だけなんですよミサイルも撃つ前から大量の熱が出ますから撃ったらもちろん予測もされてしまうので実はこのインビジブルと言うんですけどインビジブルというのは見えないビジブルが見えるですからこのインビジブルと言えるのが全ての鍵を握るけど基本的には潜水艦だけなんですよね。 したがって、その今、ええ、常連さんがそ流りゅとおっしゃったんですけど、その。そう型っていうのは、まあ、青い流ですね、で、ひらがなで書くんですけど。で、後ろがですね、これエ型になってるんですよ。いや、これ、常連さんはご存知だと思うんですけど、で、潜水艦普通、こういう形でね。はで、これはこうなってて。で、こうなってると、水の抵抗を受けて、音が聞こえると思うじゃないですか。ところは、全く聞こえないんですよね。はい。で、常連さんがちらっとおっしゃった通り、その日本の潜水艦技術は。 ダントツで世界一今言いました通り見つかったらどんなすごい原子力潜水艦でも艦ですうんあの海の中で潰されて殺されるっていうねうまあ一番怖い話ですけれど兵士士官にとってはね、はいはい、そのどうやって見つかるかというと当然水の中ですからあの基本的には音なんですよでこれも逆に言うと音が聞こえないと誰も見つけようがない基本的にはねで 音ってこれ前も番組で言ったことあるような気がするんですけど、まあ、あの例えばこれがこれちょっと似てますけど潜水感とするじゃないですか <laughs> う、はい、でこうやって動いていくとまずこうやって水を切りますよね,、うん、ねで動いても水を切りますよね、うん、だからこの水切り音それから次にここであの、ね、スクリューが回りますから、うん、このスクリュー音ですよね、うん、それから今僕手で動かしてるけど実はこの中にエンジンがあるはずですよね、うん、動力音っていうんです、うん、その3つだけなんですよ音が。うん で原子力潜水艦ってもともとすごくでかくてこういうふうにね、うん、ででかい上に原子炉って必ず冷やさなきゃいけないでしょ、うん、だから原子力潜水艦が動くと水くれのがすごく大きいんですよ、うん、で実際僕はあ実は口管の側から何度か聞いたことがあるんですけどちょっとね「ザー!」っていうあの滝の音、えー、あれよく似てるんですよ <laughs> 海の中の音ってすごく賑やかで <laughs> いや結構イルカの鳴き声まで本当に聞こえるんですよ、えー だからあの魚の大分も泳ぐしもちろんクジラも泳ぐし非常に音が大きあの激しい世界なんですけど意外にね、えー、ところがその中でもその原子力潜水艦がこう、特に曲がっていくきの音っていうのはもうバレバレで自分で缶オケになってるんですそれから原子炉って必ず冷やさなきゃいけないんで水を回してです、ねね、その音も大きいあ<ー>だからずっと大きいってことはこのスクリューも当然大きくなるから、えー、その音も大きくて。あ 実は日本の海上自衛隊から見たらアメリカ海軍も含めてね中国海軍ももちろんのことほとんど全部の潜水艦ほとんどじゃなくて全部の潜水艦を日本側はキャッチしているのに日本の潜水艦の動きは中国海軍ももちろんのことアメリカ海軍もキャッチできないんですよ。アメリカですその最新式がさんははは実こここうういいいとおおかかししらっっゃた総理つ 台湾どころかアメリカにも売れない。いやオーストラリアに売ろうかなって一瞬なったじゃないですか。違ったね。ソリはあの売らない。売りません。本当の技術ですね。で実はもう一回言いますが台湾どころかアメリカ国防総省がホワイトハウスごと圧力をかけてきて日本の潜水艦技術をよこせと言ってきたことは何個何回かあるんですけど少なくとも安倍政権は全部お断りしたんです。それでアメリカがどうしたかというとその。 原泉じゃない潜水艦を作ってる国他で考えると例えばスウェーデンがあるので、はい、スウェーデンの通常型を買ってバラバラにして研究したんですが結局日本のような性能はないんですでしたがってあの日本が北京に遠慮してその台湾にちゃんと協力しないっていう意味も安倍政権であっても幾分かあると思いますけどアメリカにすら渡せないものを台湾に渡すっていうのはできないです、ね、それでただその 台湾がその今考えているのは、サイ、えー・エンドさんがリーダーシップを持って考えているのは、はい、自主建造ですよね。で、どっかから買うんじゃないんですよね、えーえー、だから日本のお風呂、お風呂っていうか、お風呂じゃないか、えー、あの日本にも、まあ、あの旧式になったタイプのセンスがありますから、ねはい、名だし状的なやつですよね、うん、あれぐらいの頃のやつですね。 でそれをそのまま買うんじゃなくてその場合もバラバラにして技術を教えすることになるから、うんうん、それが基本的にアメリカが言ってるそのお支援というのは結局何のことはない、本当はさっきニュースちらっと、はい、読んだと思うけど、ええ、アメリカの企業にかっこよく言えば参入させる実は作らせるってことだから。うん 注文してもいいよってだけなんですか、うん、だから<ー>本当の自主建造じゃないんですよなるほどねかつて日本が戦闘機の F2 を作るときにやられた<ー>日本は全く自前で戦闘機を作ることができたんだけど<ー>アメリカが無理くり F16 と合体しろと、はいはい、僕は醜いアーヒルの子って今でも呼んでるんですけどあ<ー>まああのー それよりもさらに実際アメリカの企業はほとんど作ってしまって、うん、まあ色は台湾がら塗りましょうとかそんんなな程度なんですかかもしれない<ー>、ね、まだ全然具体的じゃないんで,<ー>でだから、蔡英文政権がどこまでアメリカに対してあのきちんと要求するかということもあって、うん、あのそこはまだ分からないんですけど<ー>でも、大きな枠組みでいうとジョネンさんがおっしゃった通りトランプ政権は本気で<ー>その中間選挙対策だけではなくて再選も含めそれから 合衆国の今後の経済を考えてあえてこれもう無理くり貿易戦争をもう始めましたからそれで日本だと貿易戦争っていうとこの大体ニュースが新聞でも経済面に載って安全保障とは関係ないっていうことになるんだけど実際は日本以外の全ての国は。 貿易戦争というのは裏に軍事がついていると、えーえー、いうことなんであので、うん、やっぱり中国が一番嫌がることを先にやりましょうと、うん、でしかも戦闘機でもなく、うん、爆撃機でもなく、うん、何でもなく、うん、潜水艦が一番嫌なのでさっき冒頭申し上げた通り。うんうん だから潜水艦っていう話ななんですよるほどねただ、もう一度僕のさっきの話を繰り返すわけじゃなくてもう一度指摘しておくとだからといってアメリカが最新式の潜水艦技術を台湾に渡すことは絶対ないそれなぜかというと台湾は想像以上にもう北京、中国に食い込まれているからその技術を渡すとですねそのまま社員に寄り添ってしまうのですよね非常にししか広がりのあるニュースでね トランプ政権の本気度、うん、が試されているニュースでもありピョンヤン開催を提案か準備交渉で北朝鮮というね、続けて深いりましょうこのなるほどね、ねこれね、うん、まあちょっとニュース女子の収録でも実はこれ、話題になったんですけど、はい、そもそも米朝会談、開催できるかどうかっていう大問題が。はい あ,あるんですよ開催しないかもしれないっていう読みもあってこれ、多分もうすでに放送されてると思うんですけど、えー、あの政策工房の原英二さんがね、えー、あの彼は、そういうもともと官僚で外交交渉の,その事務方をやってる、えー、やってたことある人でしょ、えー、あの元経産省なんで通商交渉なんかやってた人ですけど、えー、あの実際に、ね、その首脳同士が会うとなると、ねえー、事務方はもう事前にものすごい準備するらしいんですよ。えー ところが、アメリカの国務省は全く動いてない。まあ、これはあの藤井元気さんなんか言ってますけど、国務省はねもうあの親中派ばっかりで裏切り者だから、スタッフもおかないで予算もやってないから、国務省を抜いた外交をしようとしてるって言うんですけど、にしても、じゃホワイトハウスのスタッフがね、事前にじゃあその北朝鮮とこう、ちゃんとやってるかっていうと、まあちょっとその辺は微妙だと。で、原さんからはそれが見えないので、会談やんないんじゃないかなという説が、片方であり、かつそのバックチャンネルが実はあるっていう。 説もあるんですあ<ー>これ藤井さんなんか言ってるんですけど、はい、バックチャンネルがあって、実はもう自分方ちゃんとやってるから、<え>やっぱ形だけでもやるんじゃないと、<え>で形だけでもやるとどうなるかというと、もう北朝鮮は逃げ道なくなるんですよね、うん、直接話したけどだめでしたね<え>で、米朝会談やらないと、逆に北朝鮮はまだ米朝会談というカードを温存する形になるんですよ、そうすると攻撃回避みたいな話になるんでしょ、アメリカ話し合いもせずにいきなり打ってきたって言えるでしょ。ね、なののでまああの どっちかっていうとその主戦論を唱える人たちからすると多分、米朝会談やりたいんじゃないかなみたいなことはありでしょうねはいでまあ、そのピョンヤンで開催とか言って飲めるわけないですからトランプ大統領のピョンヤン行くわけないですよねね拉致されるかもしれないですからね分かんないですけどいずれにしても第三国でやると思うんですよはいで、チャイナとかはちょっとありえないなってなるとえモンゴルみたいなでモンゴル遠いんであんまり行ってると国内でクーデターみたいな可能性もありますよね だからどこでやるんだろうなと。もしくはスウェーデンとかの北欧の、ね、まあでもね、エリンギは中間をこ陸上で行くんですか。 エリンギの陸上移動しかできないですからそうするとねモスクワまで行くのに1週間ぐらいかかるんですよね確か鉄道だとそこからしびられてそうですかさらにモスクワからフィンランドに行くわけでしょそう結構時間かかりますよねそれ行ってる間に1か月ぐらい自分の国留守にしたらその間に親中派がクーデター起こすかもしれないですよ何かが起こるかもしれない核ももう勝手に放棄されてそれで終わっちゃうかもしれないですしだとしたらねやっぱどっか近くでもし韓国に来るか まあ一応ね東京で開催ってはありかなと思ってるんですけどただエリンギは空中移動できないんでね、えー、船で来るから万行ンボンゴで来るっいう感じですね <laughs> そのまま万行ンボンゴを軍艦で囲んで、えー、あのグアンタナモ基地まで連れてっちゃってもいいんですけどね,そうね <laughs> エリンギはゲこの野郎みたいな感じで、ねえー、ありなんですけどどうするのか全くわからないですね。えーうん 東京で開催ならね、ずっととどめ置いてもらって拉致被害者と交換というわけにいきませんあまあそうですね、そういうのもありだと思うんですありだと思うというのはたぶんないんですけど簡単にはやつは海を渡ったり空を飛んだりは来ないのでこの場所もピョンヤンというのもやる気ねえのかなって一瞬思いますよね来るわけねえじゃんって分かっててピョンヤンでやりましょうともう要は反社会勢力が事務所で話しましょうって言っているのと。 ね民乏の女でありましたよね、呼びつけて、呼びつけてね,けてね絶対一人で事務所に行かないとかね、はい、ありましたよね、まさにあれになっちゃうんじゃないかなという気はしますけどね、えー、まあこれ、あの一応、あの5月に会談やるっていう体で、今、マスコミは報じてますけど、はい、まあ実際のところはまだその可能性もごぶごぶかもよっていう、えー、まあそういうところで注意が必要かなというふうに思いますね。えー